皆さんんどうもこんにちはマイピカです今回はですねあのカメラに関する雑談をね、えー、していこうかなと思います。お題はですね前もやったと思いますがニコンのですね赤字が2020年の4月から9月期で320億円になるというで 記事が日本経済新聞かなで、えー、出てますねちょっと下にリンクを貼ってこうかなと思いますね。じゃあまあ短い記事なんで、新聞の方はね、多分長いく書いてると思いますが、ちょっと新聞今持ってないんで、今回はね、それについてちょっと話していこうかなと思います。で、前の、あの、通期の予想で、なんか400億円だったっけの、 赤字見通しみたいな動画を上げたと思いますが今回はね赤字赤字とかなんかニコンの悪いところばっかし言ってても仕方ないんでじゃあどうすればいいのかとかねカメラ業界は今後どうしていくべきなのかっていうあの僕なりの感想もあの言っていければいいかなと思ってますねまあカメラに関する話で興味がある方はぜひ最後まで聞いていただければいいかなと思いますじゃあちょっとね 日本経済新聞の記事をねちょっと読んでいこうかなと思いますね。はい、ニコンは30日2020年4月から9月期の連結最終損益が320億円の赤字になったようだと発表した従来の予測が250億円の赤字から70億円下振れると映像事業の生産設備などで189億円の減損損失を計上って書いてますね営業損益は470億円の赤字と 従来想定から70億円減ったと新型コロナウイルスの感染拡大でデジタルカメラの販売が落ち込み生産拠点のタイ工場の設備を中心に減損処理をしたと。で、21年3月期の業績予測は売上高が前期比27%減の4300億円としたと。月月から9月期の上振れを反映し 見通しを100億円引き上げた営業損益以下は予想を据え置いた4月から9月期は一時的な損失が発生したものの足元の業績回復基調を踏まえたとしているって書いてますけどウイルスの影響で売上が下がりましたよとで去年っていうか2019年かなこれねと比べてももともとだから163億円の黒字だったみたいなんで同じ時期はねでも今回は一転してもう赤字予想だとこれが恐ろしいのは半年ですからねうん1年じゃないんで1年で320億じゃなくて半年 年なんで1年でなると、まあ、倍のね640億円っていうのはちょっとね行き過ぎかなと思うんですけど500億円ぐらいの赤字にはなるんじゃないかなと思いますね。でニコンっていうのはね一眼レフはそれなりに売れてるんですけどもミラーレスがだいぶ苦戦してますよね。うんっていうこともあってそこが発売するのが若干遅すぎたんじゃないかといろいろ言われてますけどもやっぱしこのままの状態でねカメラメーカー行ってしまうとやっぱしその市場がさあの成長していかないですよね。 停滞期に入っっててるんでカメラのの市場っていうのは、うん、なので、この調子でいくと、ずっと、だからニコン、キャノン、ソニーがあ5三家だとすると、もう5三家の状態では維持できないと、ずっと、どこかの会社が絶対ずっと赤字になるんで、もうパイの取り合いをしてて、パイが取れない会社からずっと赤字になりますよね。じゃあ、この状態だと撤退しないといけなくなるんで、なんとかまあ頑張ってほしいかなと思いますけど、で、リストラとかもしてるみたいなんですよ。海外の従業員を減らしたりとかね、海外の従業員の10%ぐらいかな、減らしたりとか。 してるみたいなんですけどもじゃあねニコンはね今後どうしていけばいいのかっていうのをねちょっとまあ話していければいいかなと思いますね。で今回新しいカメラでいうとね Z6II と Z7II が発表されましたよね。であれを見た時に思ったのが多分世界初の技術っていうのが多分搭載されてないよねっていうのがちょっと 感想としてあったんですよ何が言いたいかっていうとキ n ノンはフルサイズセンサーで 8K 世界初でしょでレンズとの協調動作で8段の手ブレ補正がついてますよっていう目玉機能を搭載してきたりとかしてますよね。で実際 EOS の R6 と R5 は売れてますよね。でソニーで言っても最近発売された α7C かなあのファインダーがついてるカメラとしてはフルサイズ世界最小最軽量 509g かな バッテリーと SD メモリーカード込みでっていう世界最初、とにかく世界一っていうのをアピールしてますよね。で、パナソニックも S1H とかね、ボディ内テーブル補正が強力だったりとか、あれ世界一なんかあんのかな当初はあれかな ?5.9K とか 6K が世界一初じゃなかったかな確かね。パナソニックも。で、しかもパナソニック時間無制限なんで、えー、かなり 特徴のあるメーカーカですよね最近はねソニーの α7S3 とかもかなり時間関係なしに長回しできるようになってきましたが、まあ、長回し元祖っていうとパナソニックなんでっていうところはありますよねだからメーカーとしての特徴があるとで世界一の称号もあると。 ただ、ニコンの場合は世界一の称号というのがあんまり聞かないですよね。昔はいっぱいあったと思うんですけどもね。最近ではないですよね。じゃニコンどうしたのかなっていう感じじゃん。で、Z6、Z7 の時から言われてたシングルスロットをダブルスロットにしましたと。ただ、ダブルスロットにしたところで、やっと追いついたっていう感じなんですよ。R5 とか、すでに出てるカメラに。R5 とか、R7III とか。 ニヤッと追いついたというところなんで、そこはね、もうちょっと頑張った方が良かったんじゃないかなと思いますね。今の,あのカメラを見てても、例えば 4K60P、動画で言うとね、動画で言うと 4K60P がクロップされないフルサイズのカメラっていうのは α 7 s III と EOSR5 もそうなのかなぐらいしかないですよね。パナソニックの S5 とか、あそこら辺の20万円台のカメラっていうのは、やっぱし 4K60P がクロップされるんですよね。 そこでニコンは 4K60P クロップされないですよと動画で撮った時にね。っていうのを25万ぐらいで出してれば、あ、ニコンすごいんじゃないかと、うん。やっぱ 4K60P クロップされないし、いいんじゃないかっていう感じにも思えたと思うし、S5 が結構売れてるみたいなんですよ、パナソニックの。だから絶対動画の需要はあると思うんですよ。フルサイズのね。っていうところからも、やはりね、もう少し動画に重視するべきなんじゃないかなと思いますよね。うん、このままだから写真写真って言ってると、 スマホのだから発展が凄まじいですよね。カメラメーカーにとってはダブルパンチなんですよ。ウイルスっていう意味でも売り上げが下がってると。で、アメリカとかヨーロッパって第2波、第3波、今第3波なのかな来てますよね。で、アメリカなんかではもうすでに20万人死んでるのかなで、来年の3月か4月ぐらいには予想で言うと40万人ぐらい死ぬと言われてると。もうすごい爆発的に伸びていってるから。 大統領がトランプ大統領だし、あんまりね、あのコロナ対策をしてるような、まあ、ウイルス対策をしてるような感じではないのでね、まあ、経済優先させてるんでね、ただ、ニコンはあミラーレスはちょっと遅れてるって言っても、一眼レフはまだそれなりに売れてるんですよ。で、一眼レフに関しては、えー、アメリカで特に売れてるのかな、まだね。欧米はまだ一眼レフ派の人は結構多いから、日本よりも。っていうのもあって、一眼レフはね、 売れてるんですが、だからウイルスで、イギリスなんかでもなんか出入り禁止、立ち入り禁止、出入り禁止じゃない、外出禁止とかね、フランスでも外出禁止やってますよね。っていうのもあって、しかも、ワクチンがいつ開発されるか分かんないんですよ。ロシアで2つワクチンあの認可されましたけども、 あれかなりなんかロシアの住民すらもなんか半分ぐらいの人が危なっかしくてワクチン打ちたくないみたいなことを言ってるレベルなんでうんやっぱしやっぱ怖いですよね実験台にされてるような感じなんでワクチンっていうのはね最初の方のねっていうのもあってワクチンはまだできてないわウイルス,でもねウイルスの影響はまだまだ残ってるし来年どうなるかもわかんないオリンピックもどうなるかもわかんないみたいな状態でやばいんじゃねみたいなねうんっていうのもあるし スマホが苦手としている望遠レンズですね。もう強化してくるんじゃないかと。望遠レンズを中に入れるってなってくると、あのやっぱしね、スマホの筐体がでかくなるっていう懸念があるんですけど、それをなんとか薄くして、もう多分ね、3年以内には、今でも出てるけどね、もっと性能のいい望遠レンズを搭載したようなスマホカメラが普通に出てくるんじゃないかなとね、っていうのはありますよね。スマホがこれだけ凄まじく進化している。でウイルスがやばいと。ってなってきたときに、 やっぱしね、ここでやっぱ一気に大逆転を狙うべきかなと思いますね。ニコンは、ね、内部留保って言って、えー、今年のですの、ね、4月か3月の時点で3200億円かなんかの内部留保。 だからすぐにまあ現金ができるような、これ内部留保というのは現金だけじゃないんで、不動産とかじゃなくてまあ流動資産というか、すぐにまあ現金ができるような、すべて現金じゃないんですけども、ね資産が3200億あると。ただ、これ言っときますけど、半年で320億赤字出しますからね。1年で500億やったとしても、6年で空っぽになりますからねな。なので、大きくリストラをして、新しいね、世界一を目指してほしいと。他社は世界一持ってるでしょ。世界最軽量、8K 取れます。そこでニコンも、世界最、 このカメラを作今で言うんだったらだから 4K60P ですよ。クロップされない 4K60P を20万台で出せば絶対乾く人おるから。動画機能に特化させるべきかなと思いますね、うん。いつまでも写真写真ってやっていっても厳しいと思うんで。特に今の若い人っていうのは動画に興味があって、えー、高校生とか大学生ぐらいでも普通にミラーレスの一眼で動画撮るっていう人は絶対今後増えてくると思うんで,、うん、で。若い人がニコンで使ってないですよね。あまりね。結構年配の人が使ってる。 でやっぱ若い人をもっと呼び込むためにもやっぱ若い人がいないとその会社って発展してないからねされていくだけなんでそれは YouTube 見てても分かりますよね YouTube の YouTuber がある程度若い人でニコンのカメラを持ってますっていう人が少ないじゃん数人しかいないでしょ今ってほとんど持ってんのがソニーのカメラやんか ソニーか、まあ、時点でパナソニック、キャノンっていう感じ。そこをニコンっていうのは、もうちょっと真剣に考えて、やはり若い人にもっと買ってもらえるようなカメラ、だから若い人に買ってもらえるようなカメラっていうのは、動画に特化すべきやと、ある程度は思いますね。なので、まあ、このね、320億っていう赤字が、 今後もずっと5年10年続くことはないとは思いたいですがそれでも先行きがものすごい不透明なのでリストロは絶対しないといけないですよねでオリンパスが撤退しましたよね2021年の1月1日から再スタートは切りますがただニコンも同じような状態になる可能性があるのででオリンパスのカメラってね撤退の情報が出ましたっていうかまあ厳密に言うと事業譲渡ですけど売れてるんですよオリンパスのカメラ 未だにでもニコンはランキングにあんまり入ってこないんですよ。カメラメーカーの売り上げのトップ10とかにニコンは入ってくるねニコンじゃないわオリンパスは入ってくるんですけどだからそういうところからもやっぱり売れてない売れてないっていうのが広まってしまうとやっぱ新しく買いたいっていう人もねなかなかいなくなるって逆効果だと思うんでやっぱここは一発逆転でねせっかく内部留保があるんやったらすごい開発費かけて世界一をもう一度 目指すすべきなななんじゃいいかなと思いますよねニコンの昔のフィルムカメラとかでも好きでずっと使ってる人もいるぐらいですからやっぱいいものを作る技術はあると思いますんでとにかくニコニ今のニコンに垂れないのは世界一を目指す気持ちっていうかそういうのはないかなと思いますねやっぱスペック的にどうしても見劣りしていると買いたいという気持ちはないですからそれで買う人っていうのは 往年のニコンファンというか一眼レフ時代からニコン使っててミラーレスも移行しますっていう人ぐらいでこれから新しくフルサイズのカメラを買いたいっていう人とかキャノンとかソニーのカメラを使ってる人がわざわざニコンのカメラを買うかって言われたらそこまでの訴求力はないかなっていう感じなんですよでそこを打破するためにもやっぱし世界一は重要だよねっていう世界一を目指さなくなった時点でもう会社としてはオアコン化していくだけだと思ってるんでなんとか世界一を目指していいカメラを,を作っていってほしいかなと思いますよね だのはやっぱり世界一なんで 4K60P がクロップされないがあの、e、ていうところに惹かれて買ってるのでやっぱそういうね買いたくなるようなカメラを作る必要性があるんじゃないかなと思いましたね。はい。ということで今回はこれで終わりたいと思います。今後ともねカメラの雑談であったりとかバイクの話であったりとかしようかなと思ってますのでもしよろしければ高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。